ヘチマ担当。前違う店舗で接客してもらったことがある気がするんですけど、オリシャン入りました。ちゃんと名前聞くか。そう、はい、分かんないんだったら姫って言ってね。わかりました、すいませんでした。やっていきます。意外とうまくないか。来ましたね。もうこの BGM マジ落ち着くわ。こ、なんか、うわ、すげえ。はじめまして。はい、はじめまして。エフェメラルオーナーのケソって言います。本日はよろしくお願いします。お願いします。今日ゆうやって言います。はい、お、ゆうやくんですね。じゃあ今日ゆうやくんで行きます。はい、お、ちゃんとね、スーツも着てくれてありがとうございます。そうですね。じゃあまずね、 お店の中紹介していくんで、はい、お願いします。じゃあこの扉をそのまま抜けてってください。はい。うわぁ、こちらがお客様をお迎えするロビーになります。はい、こちらがね、受付になります。こんばんは。かっけー、お邪魔します。今日は一日体験されるっていうことでね、はい、一緒に全力で楽しんでいきましょうね。はい、楽しんでいきましょう。お願いします。エフェメラル店長の稲荷くんです。稲荷か、稲荷。はい、稲荷です。ん、まあ、はいはい、まあ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 、はい、まあ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 、いきなり、はい。まあ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 。まあ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 、まあ、ということで。まさか嘘だろ。はーい、退入の子連れてきたよー。おーっすー。こんばんは。はじめまして。はじめまして。どうもー。はじめまして。今日初めて退入で入ります。いいの来たな。ゆうやと言います。お願いします。お願いします。すいません、ホストとかもう全然経験なくて。よろしくお願いします。何をするかもう何もわからないんで、ちょっと、はい、一から教えていただけると嬉しいです。なんかその辺をね、後できっちり教えるんでね。わかりました。練習しますんで。はい。大丈夫です。お願いします。どうしようかな。じゃあお店の方見てもらおうか。はい。この上の方々は。はい。これがですね、うちの全キャストです。あ、全キャストさんなんですね。今いないんですけど。ええ、そうなんです。すげえ。じゃあ、開店準備と接客講習っていうことで、実際に接客する部屋行きましょうか。はい。お願いします。どうぞ。失礼しまーす。いいよ。お、いいよ。指すまに。あ、指すましてんな。お、いた。あ、やってんじゃん。あ、やってんの、お前ら。お願いします。お願いします。お疲れ様です。体験入店させていただきます。ゆうやと申します。お願いします。すいません。よろしくよろしく。至らない点あると思うんですけど、お願いします。まず一つ聞きたいことがあるんだよね。はい。はい。ストリーマーだかなんだか知んねえけどさ。はい。姫のこと喜ばせることやれんの？はい、やれるーよー。これ何が正解？何が正解？これは気合いが欲しい。気合いの気持ちでいきましょう。よかった。気合いが欲しい。よかった。先生です。こんなわけで先輩ホストの長岡浩二くんと、はい、はい、長岡さん。褐色の彼が闇の商人くんです。闇の商人さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、そうだね。実際に接客の流れっていうのをお客さんとして座ってもらって見てもらおうかなと思います。はい、わかりました。すいません、お邪魔します。はい、じゃあ、こちらの方に。はい。ウェルカムシャンパンタワーからやってもらっていいかな。ウェルカムシャンパンタワー。はい。まあ、うちのお店は、最初開幕に、シャンパンタワーをやらせていただくんですけど、開幕にするんですね。はい、こちらのシャンパン、トリガーを引くことによって蓋が開くので、はい、コルクが抜けて蓋が開くようになってるので、よっしゃー、シャンパンタワーシャンパン入ります。はい、しょーい、よいしょー。おー、すげーすげーそのままお隣に着きますねっていうことで、はい、近寄ってお隣失礼いたしますね。すみません、初めてなんですけど緊張してます。緊張してるんだ。全然緊張してるとさ、ね、やっぱ楽しむもんも楽しめなくなっちゃうから、はい、できるだけ俺たちと一緒にいるときはね、笑顔を見せてほしいし笑っててほしいな。はい、いやちょっと照れます、マジで照れます。最初オーダーを取るんですけど、一応さ、こういうメニューがあるんだけど、何か飲みたいとか何か頼んでみたいとかある？って聞いたりとかして。なるほど、私はちょっとこういうとこ初めてなので、おすすめでお願いしていいですか。本日エフェメラルおすすめのメニューの一つ、はい、おわ
ホストたちのオリジナルシャンパン。マジかよ、これ全員一人ずつあるんですか。そう。そうですね、用意させていただいております。ああ。ありがとうございます。じゃあ、グラスもこちらに置かせていただきますね。はい。闇くん、闇くん。はい。せっかくだから、ゆうやくんのオリシャン見せてあげなよ。僕なんかにちょっとあるんですか、初日のこんなペーペーにオリシャンなんて。こちらの裏側に、はい。見ていただくと、はい、実写なんですね。実写、実写なんだ。ありがとう。実写です。実写、ありがとうございます。オリジナルシャンパンを頼まれた方に僕はこれを出すわけですね。そうなんですよ。わかりました。すげえな、これ。すいません、これのなんか、やることってあるんですか？なんか、その、これが出てきたら。こうやって、ちょっとコルクを開けるような、シャンパンなんでコルク指で開けれるんで、ね、開けるようなふりをして、そのまま、こうやって軽く注いであげるようにして、こう、そのまま、一緒に飲むんですね。きれいにちゃんと出してあげると、ちゃんとポイントが高いかもっていう、その出してあげて。自分のことばっかりになってました。勉強になります。そう、姫ね、小柄な方が多いので、結構届かなかったりするので、小柄な 方、この机に届かない方がいるんですか。女の子のアバターとかだと、はい、もう少し。小柄な ね方が多いので、そうすると結構伸ばさなきゃいけなかったり。あ、そうなんですね。そこはやっぱり。すいません。あの、あと質問なんですけど。はい。あの、人間さん以外って来ることってありますか？あ、基本的に宇宙人とか来ないんで、そこは地球人しか来ないんで、基本的に安心していただければ。はい。9割5分ぐらい地球人なんで大丈夫です。わかりました。そう、9割5分。そうですね。僕得意としてるので、うん、あの、あと1割の宇宙人なんですけど。宇宙人ね、宇宙人の方来てくれたらもうぜひもうついてもらって。いや、そうですね。僕がちょっと、ね、そこはということで、僕行かせていただきたいです。で、今日実際の接客なんですけど、はい、僕たち運営陣4人と一緒に回ってもらいます。お、そうなんですね。あそこの前にいる4人ですね。はい、15分1セットで2ローテーションするんですけど、まあ半分ずつなんで、はい、4人のヘルプについてもらうような形で、今日頑張ってもらいますんで、よろしくお願いします。めっちゃ安心だ。ありがとうございます。難しいことは言わないので、もうお客様と楽しく喋っていただければ大丈夫ですんで、はい、これからスタッフルームの方に案内するんで、はい、他の先輩ホストたちとちょっとね、顔合わせをしたいと思います。はい、わかりました。みんな、あの、出したドリンク一回片付けようか。はーい。はい、じゃあ、じゃあ僕らが片付けしておくんで、ご安心ください。ありがとうございます。ファンがこうやな。よいしょ、マイクも持ってくね。晴れた。見るとやばいパターンじゃねえのか、それ。おーおーおー、いや、もう普通に。というわけで、おい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 、本日僕ら含めて、全17名のホスト、ここに集まってます。そんないるんですね。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、一人ずつ軽く自己紹介してもらおうか。じゃあ。エフェメラル唯一の絶対神、アヌビスでございます。本日はよろしくお願いいたします。アヌビスもホストに在籍してるんですね。エフェメラル赤色担当のクオンです。お願いします。クオンさん、お願いします。芥川凛と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくね。はい、ひぐれています。よろしくな。はい、ハムと言います。本日はよろしくお願いします。お願いします。ナギと言います。よろしくお願いします。お願いします。大地います。よろしくお願いいたします。あ、そっちの属性ですね。エチマ担当、ハズキと申します。よろしくお願いします。エチマ担当？あ、違う、元気担当だ。元気担当です。よろしくお願いします。お願いします。やってんね。なんか、ヤタです。よろしくお願いします。お願いします。セイガと言います。よろしくお願いいたします。お願いします。一番後輩、レイメです。ただ今日、そうじゃなくなっちゃいました。よろしくお願いします。あ、そうですね。今日は僕一番ペーペーなんで。そうだね、もうコキ使ってください。お前よ。はい、閉店後の掃除までやらせていただきます。お願いします。店長補佐のダージリンと申します。どうもよろしくお願いします。お願いします。店長補佐、ドルと申します。よろしくお願いします。かわいい女の子は大好きです。僕もです。はい、改めまして、アルバイトの闇の商人です。よろしくお願いいたします。アルバイト？お願いします。アルバイト？嘘つけ、嘘つけ。創設者の片割れ兼、エフェメラルの最年少、長岡浩二です。よろしくお願いいたします。創設者なんですね。まあ、僕らはさっきやったんで、まあ、オーナーホストのケソと、創設者兼店長の稲荷って言います。改めて、今日はよろしく。あ？何ですか？いや、気のせいか？いや、気のせいか？何ですか？気のせいですよ。気のせい、気のせいって何かありましたか？なんか、前違う店舗で、接客してもらったことがある気がするんですけど、
いや、気のせいだと思います。すいません。まあ、はい。じゃあ、開店前の気合い入れいきますか。じゃあみんな変なって。気合い入れがあるんですね。はい、姫最高に喜ばせるぞ。おギャルや。ギャル。こんばんは。いらっしゃいませエフェメラルへようこそこんばんはお願いしまーすお願いしまーすこんばんはギャルなんですね。じゃあ、まず。ギャルでーす。はい。じゃあ、ギャルのアゲハさん、本日、2番になります。こんばんはこまりです。こまりさん、いらっしゃいませちゃんと自己紹介してる。エフェメラルへようこそえ、そう、みんなしてなかった？あ、よろしくお願いします。え、トロップさん初めてですか？はい、行ってきまーす。すごい、たくさん来る。はい、こんばんは。いらっしゃいませ。かわいいバッグ持ってますね。内入の人ですか？あ、そうなんですよ。今日初めてなんで。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日体験入店のゆうやと言います。イエス。イエーイ。お願いします。3番にご案内、ドロップ様3番にご案内お願いします。はい。どうもこんばんは。え、なんか見たことない人がいる。あ、そうなんですよ。今日僕ここ体験入店、一日体験で入らせていただきます。ゆうやと申します。よろしくお願いいたします。そうなんだ。はい。よろしくはい。一緒の席にあったら楽しみましょう。よろしくお願いします。ジンくんどうぞ。あれこれははい、どうぞ。こんばんは。あ、そうなんです。お伺いできました。合わせてくるんですね。かわいい。今日はよろしくお願いします。対面できました。ゆうやっています。よろしくお願いします。どうでしたか僕の。いい感じでしたか。めちゃめちゃ元気でよかったと思いますよ。あ、よかったです。めちゃめちゃいいです。僕、僕、僕。いや、わかりました。はい、僕一旦じゃあ、はい、ここで待ちようか。あ、はい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 。緊張してるんですか？いや、ちょっと緊張しますね。僕、こういうことあんまりしないんで。大丈夫大丈夫だから、大丈夫、大丈夫。はい。みんないい子たちだから、大丈夫、大丈夫。わかりました。そうそうそう。じゃあ、第一ローテーション、スタートしまーす。よーい、スタートーはい、スタート。はい、こんばんは。こんばんは。このメンツ熱。あんま甘いでちゃっていいっすよ。贅沢だね。たまの甘いでちゃせっかくなんで。はい、というわけで、本日、FM ラル特別営業ご来場いただきありがとうございます。第1ローテーションは、僕たち4人プラス、体験入店のゆうやくんでお送りしていきたいと思います。はい、そうだね。じゃあ、ゆうやくんまず自己紹介してもらおうかな。はい。どうぞ。体験入店で、1日、1日目でございます。緊張しております。なんか、粗相しないように頑張るので、楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ僕たちの自己紹介は省こうか、ね、いつもお世話になってる皆さんなんでというわけで、じゃあウェルカムシャンパンタワーやっていきましょう。来た。はい、ゆうやくん、はい、これ、はい、いけ、持っちゃえ持っちゃえ持っちゃえ、はい、皆さんシャッターチャンスですよ。わうわ、はい、それじゃあ、はい、タワー作ります。はい、入りまーす。イエーイ、入りまーす。いらっしゃいませ、はい、ありがとうございます、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、楽しんでいきましょう。よいしょ。いいですね、いいですね。いいね、いいね。僕らがじゃあ選びたい、今回特別選ばせてもらうね。そうだね、逆に逆指名しちゃう？逆指名で。今回逆指名。やったー。じゃあ俺レーズンちゃん取ります。一番取っちゃった。うんうん、行っちゃって。嬉しい。あ、じゃあ俺昆布ちゃんのところかな。よろしくお願いします。ようやく僕のヘルプに入ってもらえますか？はい、わかりました。というわけで、デンちゃんのところに2人で座ります。ちょっと離れてもらって。はい、じゃあ、はい、では参ります。いなり、すいません、前失礼いたします。それとも、はい、よろしくお願いします。そう、おいしょ。やばい。やばいね、これ。お邪魔します。まずは5人からですね。早速これを。何にしましょうね。おすすめは、じゃあ。あ、おすすめですか？君のおすすめは。今回、体入1日目ながら、オリシャン用意しております。何？私のオリシャン飲みたくないですか？あるんです。
入れちゃおう。入れちゃおう。姫から、オリシャン入りました。はい、オリシャン入りました。オリシャン入りました。入りました、オリシャン。こちらオリシャンになります。よいしょ。たまになっててね、期待の新人なんですよ。よいしょ。初のゲストはこのスティーブ。はい、ありがとう。はい。カンパ入ります。カンパ。今日は楽しみにしましょう。はい、最高の夜にしましょう。はい、行っちゃって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 。いいですね。ありがとうございます。かわいい姫様、いっぱいグミグミっていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。なかなか今まで見ないタイプでしょ。そうだね。ちょっと待ってください。一から作ってこれでも、はい、あーして、はい、あーして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 、わー、すごいね。食べてる姿もかわいいですね。ほんまはかわいいね。かわいいですね。ということで、オリシャンもう一本いっちゃいますか。はい、入れてみよう。じゃあ一本入りました。はい、オリシャンいっぱいありました。はい、よっしゃー。はい、行きましょう。オリシャンどんどん開けていきます。こちら、こちら2本目入れていただいた姫様に感謝して、どうもありがとうございます。今日は楽しい日でしょ。はい、ベロ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 やっちゃいましょう。乾杯。はい、飲んで、はい、飲んで、飲んじゃって、はい、飲んで、あ、飲んで、飲んじゃって、いいよ、いいよ。はい、貼っといたんだよ。楽しんでくれてる、楽しんでくれてるみたいな。楽しんでる、大丈夫。すごいね。うん、そう。ごめんなさい、あの、もう今ね、圧倒されてる。なかなかね。いや、聞いてるだけでもう思う。よかったです。ありがとうございます。おしゃれな、マジで。かわいいですね。やったー。デンちゃんです。名前覚えてください。名前呼んでください。名前。名前呼んでください。もう一回お名前聞いてもいいですか。デンちゃん。俺もいけない。デンちゃんですね。デンちゃんさ、はい、目のハートだよね。かわいいでしょ。かわいいでしょ。あー、そうかも。そうでしょ。もう俺に惚れちゃってるでしょ。そうかも。そのハートは。そうかもしれない。そうでしょ。胸が苦しい。胸が苦しい。胸が苦しいな。随分。冗談冗談。冗談冗談。はい。じゃあ、そろそろデンちゃんにお礼を今回できたから。次。ダージリン君のヘルプに入ってもらおうかな。わかりました。レンちゃんありがとう。今日楽しかったよ。はーい、楽しかった。ありがとう。バイ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 。まあ、じゃあ、ここを挟む感じにしようか。ごめん。はい。挟む感じ。ここ入ってみて。挟む感じ。はいはいはい。ごめんねー。はい。ゆうやくん、かっこいい。はい。緊張してるんですけど、よろしくお願いします。もう、全然全然。はい。すごいじゃん、ゆうやくんの。ありがとう。会社はよ、まだ見てないけど。邪魔じゃない、ここまで来るの。あ、リアルは死ぬけど、バーチャルだったら大丈夫。リアルは FPS マジでできない。そうだね、こんな会社とできないよね。普段何するの？VR ちょっと。VR ちょっと一番するの？ロルとかも好き。ランダムミットだけど。ロルするんですか？ロルするよ。体験ください。グラス置いて。え、何ですか？ごめんね。シャンパン入れるか。シャンパン入れるか。じゃあ、いいよ。お兄ちゃん、お願いします。俺のお兄ちゃん入りました。また入りました。はい、それではお兄ちゃん、今日、この出会いに乾杯ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、浴びるように飲むね。うめえな、酒が一番だな。本当にそう。酔ったらどうなっちゃう？イケメンに。酔ったらどうなるっちゃうの？じゃあ弱いね。酔ったらどうなる？俺酔ったらね、人褒めちゅうタイプ。じゃあはい、ケソモニシャン入ります。酔って。酔ってほしい。ちょっとね、酔っちゃおっかな、今日は。今日ちょっと待ってね。ありがとう。これちょっと。今日は。
今日は夜よ。浴びてるね。飛ばすね。よいしょ。もうベロベロだよ。あれね、ギャルが一番好きなんだよ。まだ次のでもあるよ。ギャルがいいよね。ギャルがいい。ユーヤもギャルになれるよ。俺も、俺がギャルになるの？俺なの？うん、ギャルになろう。ギャルになろう。逆にギャルイベントなんか、ギャルゲーイベントはギャルゲーイベントある。男子高校生がいるイベントがあるの。で、主人公になった気分で参加するみたいな。最高じゃん。そんなんの？そう、マジ最高なの。どの系統に行くか選べるんですか？正統派王子かな、狼系男子、可愛い系毒舌とかたくさんいらっしゃるじゃん。わかんない。君行っちゃうことないんだけど。なんだ、お前行ったことねえのかよ。なんで行ったことねえ話してんだよ。行きたいんだけど。いや、楽しそうだねっていう話。楽しそうだねって話。ありがとう、話してくれて。そうそうそう。じゃあ、そこで行ってみようと思うよ。ありがとう。どういう男の人がタイプなの？そうだね。黒髪短髪高身長。黒髪短髪高身長。黒髪短髪高身長犬系。じゃあ、俺じゃん。じゃあ、俺じゃん。うん、紫だよ。さすがでんちゃんだなぁ。俺、紫。じゃあ、性格は？性格はどんな人だっけ？性格は、優しい人。犬系って言った？優しい人。犬系優しい人。犬系なんですか？俺犬系だよ。だって好きな人で来たらすぐ甘えちゃうよ。こうやってもうこうなっちゃうよ。俺、上に甘えちゃう。おい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 おこれ、これね、もう、150回ぐらいしたから。本当に犬系だわ。何台の？いや、もう、超犬系でしょ。そろそろね、ちょっと、いいところなんで、よかったら、コンちゃんと一緒に写真撮っていってください。はい。はい、チーズ。じゃあちょっと他のところがね、うん、お写真撮り終わったら、次の部屋に移動しましょう。わかりました。寂しい。ありがとうございます。寂しい。俺をもっと一緒に話したいんだけど。はい、じゃあまたね。はい、またね。はい、はい、はい、邪魔邪魔。邪魔邪魔。はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。邪魔。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。あ、じゃあちょっとゆうやくんちょっと。何ですか？お、フィードバック？はい。うん。最初まあ良かったんじゃないですかね。でもね、ちょっと一個、言わせてもらうと、さっき昆布ちゃん、ネイル、あったでしょ？はい。邪魔じゃないのって言ってたけど、そう、おしゃれしに来てんのに、それはちょっと、なしで。はい。あと、お前って言ってたけど、姫喜ばしに来てるから、そう、はい、俺たちは。お前はなし。姫とか、昆布ちゃんとか、はい、ちゃんと名前聞くか、そう。はい。わかんないんだったら姫って言ってね。わかりました。すいませんでした。ちょっと調子に乗りました。はい、はい、次もよろしく。はい。じゃあ僕からもう、一個いいかな。今、しれっと部屋入ったんだろ、間違いすいません。別れ際に、はい。邪魔って言ってたけど、姫は邪魔。ありがとねえが、なんかすごい、すいません。おじちゃん系。目の前から出てきたら、もう気をつけます。まあでも、めちゃめちゃ元気で、楽しい雰囲気が伝わってるから、もっと楽しさ振りまいてこうね。はい、わかりました。頑張ります。すいませんでした。いや、でもいい感じ。あと最高だった。あと最高だった。わかった。はい、最高。まず、すいません。最高。いけいけ。頑張ります。はい、この調子で。じゃあ次の部屋も行きましょう。はい、お願いします。じゃあ頑張るで。頑張ってねー。頑張ってねー。お待たせしました。はい、お待たせしました。お待たせしました。はい、お待たせいたしました。こんばんは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 。というわけで、第2ローテーションは僕たち運営4人プラス体験入店のゆうやくんでお送りしていきたいと思います。じゃあ、ゆうやくん、自己紹介お願いします。はい、体験入店でやってきました。今日一日楽しんでいきましょう。ゆうやと言います。よろしくよろしくありがとう、ありがとう、気持ちいいぜ。楽しんでいきまーす。はい。はい。危ない。めっちゃドキドキするじゃん、この指名。はい、お隣失礼します。つうことで、じゃあ残りは、ステラちゃんのところに行きましょうか。
頑張ります。どうしたどうした緊張してる大丈夫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 できる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 。緊張してきました。俺の後ろに隠れてたからどうしたんやろと思って。緊張してきました。ゆうや頑張れ。頑張ります。頑張れ頑張れ大丈夫大丈夫。ゆうや。はい頑張ります。失礼します。はい。すいません緊張してるんで失礼しますお隣。見物。かわいいね。新人さんってやっぱ緊張するよね。はい、新人さんちょっと緊張して、さっきの部屋でもちょっと、盛り上がりすぎてしまって、ちょっと心してしまって。はい。ゆうこん、覚えてる？次寝れそうだわ。え、アセロたちあったよね。もちろん覚えてるよね。でもさ、覚えててくれたのに、キャバクラ来てくれてない。来てないんだけど。来てくれ。来てあげてないの？まずくない？来てないんだよね、実は。待って。ちょっとごめんなさい。楽しんでいきましょう。イェーイ。ギャルピー。はい、シャンパンな。はい、シャンパン。はい、生生。はい、なりました。はい、じゃあ。はい、ちょっと、これで乾杯したいなと思いました。なぜかって、ちょっと今かけてくれるんですよ。え、口が入ってなくない？入ってないね。ちょっと待って、ちょっと待って。少々お待ちください。今ちょっと変わりますから。今ちょっと変わりますから。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。おい。よいしょ。はい、おい、来ました。というわけで、乾杯ということで、ちょっと待ってくださいよ。決めたから、おじちゃんが来ました。おじちゃんが来ました。ゆうやのちょっといいとこ見てみたい。ゆうやのちょっといいとこ見てみたい。よっ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 ひめさん、ひめさんから先輩いただきました。かっこいい。いやー、もうね。あ、ちょっと待って、なんだ。はい、どんどんいただきました。ありがとうございまーす。では、楽しみにしましょう。今日楽しんでる子、すごいね。今日ヘルプみたいな感じなの、ドル君の。ヘルプだけど、もう、だって、すごいよ、もう。ごめんなさい、僕の声が出てましたら、元気しかないので、でも、大丈夫でも、今すごい、すごい今楽しい。今、ちょっと、いい感じ。大丈夫ですか？今、なんか、見えてない。幻。大丈夫。姫が。楽しい。もっと、ゆきくんのこと知りたい。ゆうき、お前名前間違えてるよ。おいこだね、これね。メルナリアル忘れてたことは。覚えてたんだからさ、ポッタとか。まさか覚えてると思わなかった。そうでしょ？すごい、ちょっとエースになっちゃうかな。ちょっと惚れちゃった。ゆきのエース、エースになっちゃうかな。ゆうやなんて、ずっと。ゆうや。ゆうき、だって。ごめんなさい。結構来るんだ。でも、ステラたちのね、お店にも、ね、ここの、ね、皆さん来てくれる。うん。実はそこのね、アゲハちゃんも、同じお店。平成ギャル。ルナリアルの方なんです。あ、そうなんだ。お友達と来るんですね。そうなの。じゃあもう、循環してるんだ。いや、本物かのように。そうそう。そうか。
え、これってメニューって、作品他のって頼めるんですか？俺、オリちゃんしか見たことないんだけど、直接ね、オリジナルカクテルってなんか見てみたい。見てみたい。あと、いろいろありますね。オリジナルカクテルじゃあ、入れていいですか？え、入れてんじゃん、お願い。じゃあ、オリジナルカクテルいただきまーす。オリジナルカクテル出してもらって。嬉しい。来ました。はい。オリジナルカクテルでございます。姫、オリジナルカクテル用意していただきました。はい。嬉しい。はい。ありがとう。嬉しい。じゃあ、乾杯するところ写真撮りますか？あ、嬉しい。撮りたい、撮りたい。どうぞ。これ使ってもらって。これ使ってもらって。え、ごめん。あ、じゃあ、あ、あった、ありました、ありました。ごめん、勇気。勇気じゃないよ。ずっと。はい、乾杯。じゃあ、撮るよ。はい。もう本当にね、そうよ。さっきね、募集もしたんでね。もう諦めてる。厳しいと思う。もう4回ぐらい言ってて厳しいと思うんで、勇気でお願いします。そうだよね。ちょっとさ、ゆうやくんちょっと、次、あっちの、みきちゃんのところちょっと行ってみようか。はい、わかりました。失礼します。新人ですか。失礼します。全員役もしくはね。はい、お邪魔します。じゃあ、もうちょっと僕の方向よか。今日気合入れて。はい、お隣よろしくでしょうか。というわけでね。あ、よろしいです。はい。お願いしまーす。いいですか？すいません。いや、ごめんなさい。今日、タイミングで来させていただいております。すいません。ちょっと空気を壊すつもりはなかったんですけど、ごめんなさい。え、でも乾杯したいです。乾杯しましょう。乾杯しましょうか。はい、じゃあそれでは、乾杯させていただきます。乾杯！いただきまーす。はい。そんなに、コントは、あ、そうなんですよ。いいですね。ちょっと、見ていただいて。あ、なるほど。そうなんですよ。初日ってことで、ちょっと気合を入れさせていただきました。気合、すごい気合入ってますね。これ見ていただいて。まあ、すごい。指名してくださいね、みたいな。まあ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 。好きな女の子のタイプとか聞いてもいいですか？もう、だって、僕、ここのホストに来る人全員タイプなんですけど、目の前に指名が一番タイプですよ。かわいい。本当に思って言ってます？本当に思ってますよ。僕の名物わかりませんか？あなたのことかわいいと思います。僕のことは指名してくんないの？ねえ、ねえ、私にはいいねくんない。ねえ、俺でもいいんじゃない？今夜お礼しない？あ、ずるい、そんな、そんな俺とは。そんな俺じゃないよ。ずるいよ、そんな。いいですね。かわいいな、この新人。今日の評価どうですか？わかるわかる。いや、今日の評価、荒削りな部分がやっぱ少しあるけど、うちのホストにはない明るさだから。ありがとうございます。一緒に回ってくれると楽しいよ。ありがとうございます。ホストやってみてどうですか？いや、ホストめちゃめちゃ楽しいですよ。僕、普段に引きこもりなんで、こんな、こんな、こんなん夢だったんで、僕。夢だったんですか？その日の席から持ってきました。僕が出してあげます。あ、すいません、すいません。そうそう。はい、こちら。じゃあもうこれ、入れるでよろしいでしょうか、これ。もう、ご注文ください。これ入れます。はい、じゃあこちら、おじちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、一番ボトル売ってるんじゃないか、今日。いや、その今日すごい出してるよ。いや、売上げや。いや、じゃあ、はい。本日やばいかも。じゃあ、初めてだよ。先輩にも立ってくれるなんてめちゃめちゃ優しいじゃん。じゃあ、それでは皆さん、一番ペーペーの緩やかな、一気、一気、アップ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 、ア
おい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 いよ、いいよ、ボトルごといってるよ。ありがとうございます。ボトルごといって、じゃあ、姫もちょっと、あと一本入れていただいてよろしいでしょうか。はい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 。よいしょ。いただきます。浴びてる。ありがとう。少々炭水化物を取ってね。はい。ちょっと濡れた。ごめんなさい、もう食べられないですか。ちょっと寝た。ごめんなさい、ちょっと上がってしまってテンションが申し訳ないです。はい、これ楽しくしますんで、じゃあちょっと姫に、はい、あのかっこいい一言言ってくれたら許しちゃうな。もっとこっちを、もっとこっちを、もっともっと来んだよ。そう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 、負けてらんない。今夜俺にすっごい楽しみいやナイス。ちょっと待って、ちょっと僕も写真撮っていいですか。それでは5秒カウントするとします。はい、5、いいね。ちょっとこういう記念の日にくるくんと喋れたんで、よいしょ。それでは僕から最後のご挨拶、お手をどうぞ。お姫様、準備しておいて。今夜はとても素敵な夢を見ることができました。またあなたと夢の中でお会いできるのを楽しみにしておりますね。面白いことをするためのこそがモチベとなって、またお会いしましょう。本当に本当にやる。最後の別れの挨拶といたしまして、今夜は姫様に会えて嬉しかったです。また姫様に会えたら幸せでございます。今日は楽しい時間ありがとうございました。おお、の子だ。ありがとうございました。じゃあ、俺も行きましょう。ありがとうございます。ちょっとご案内があるまで、もうちょっとお待ちください。はーい。というわけでね。じゃあ、大丈夫？ダンボルト。やばい。やばい、これ、やばい。ゆうやくん、ゆうやくん、大丈夫かな？はい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？僕、大丈夫？今から怒られ、はい、怒られたりしないですか？大丈夫だから。というわけで、はい、今回は接客お疲れ様でした。ありがとうございました。最後の終わりの締めの、はい、挨拶でございますが、営業が終了したことをお知らせをしてもらいます。はい。楽しかったですみたいな一言、はい、自分の感想を添えて。わかりました。もし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 。聞こえてますでしょうか皆さん。はい。はい。というわけで、今日の、営業どうもありがとうございました。体験入店のゆうやでございます。僕と一緒に、幸せな時間を過ごしてくださいました。姫様もありがとうございました。楽しかったです。ラストンを、担当してくれとお願いがありましたので、一曲歌わせていただきたいと思います。うちラストンないんだけど、まあいいか。攻めてもらおう。攻めてもらおう。はい。ソングで。はい。うん。君が夜は地よに八地よにさざれ石の岩音なりて苔のむすまで。というわけで本日はご来店ありがとうございました。ラストの音頭を取らせていただきましたゆうやでございました。ご来店ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちゃんと最後まで歌われましたね。はい、きっとね、全部屋に聞こえたことでしょう。ありがとうございます。今日来た全員の姫と全ホストがここに集まるので。わ、はい、かりました。結構人数がいて、いなりさん、質問なんですけど、はい、何ですか？なんか医療に精通したお仕事とか他にやってたりしませんか？
じゃあ今日だけ特別ですよ。ちょっとこの姿でお見せするのはあれなんですけれど、はい、ちゃんとまた病院に来てくださいますか？お待ちしてますからね。一応訂正しておきますが、ボイチェンではないですから。おお、すごい。今この時間だけは姫にとっては最高の男ではあるのは間違いないですけれど、ね、そうですね、間違いないです。ありがとうございます。ひなりくんの、ちょっとね、質問があったの、別次元の姿がちらっとお答えをしておきます。俺は大丈夫ですか？いやいやいや、もうちょっと、やめましょうやめましょう。それやりだしたら多分切りない。多分もう、みんな多分、お昼の姿があるんで。昼の姿だったり、もう前、昼の姿をみんな見せだしたら、ここカオスな空間になっちゃうんで。はい、そう、カオスな空間になっちゃうから、ちょっと。そうだね。ちょっとここまでにしときましょうか。はい。じゃあ、せっかくなんで、あ、じゃあ、僕たちとゆうやくんで、今回回れなかったお部屋のお客さんのところにご挨拶に行きましょうか。はい。ありがとう。ございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、最終入店のゆうやでございました。ありがとうございました。残念ながら僕ら積極できなかったんですけど、また機会があったらお願いします。あ、いいですよ。お願いします。誰か姫に囲んでもらって、こんな贅沢なことじゃ俺もうこうなっちゃうからね。え、待って、写真 OK なの？これ写真撮り可能だったりする？ん？写真撮ります。今行けなかったお部屋にね、ちょっとご挨拶してもらってるんですけど。ありがとう、持ってくれて。お写真撮る？え、いいです。持ってきたゆうき。ありがとうございます。ゆうき、やってきた。ちょっと、写真撮る。ここに撮るか。いいですよ。ありがとう、今日楽しかった。はい、チーズ。ありがとう。はい、待って。楽しかったよ。じゃあまた今度本当にちょっとお邪魔しようと思います。お疲れ様、本当に楽しみにしてるね、はい、お願いします、待ってるからね、はい、わあ、すごい、楽しみにしてるね、ありがとうございます。はーい、はい、お邪魔します。部屋の子さんです。すいません、今日は接客できなかったんですけれど、また機会があったら、はい、接客させてもらおうと思います。また次の、チャンスがあればですけど、結構僕暴れちゃったんで、もう次ないと思ってます。はい、はい、撮りました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。今日一人目。さっき通所取れなかったから。あ、撮りました。撮りました。はい、姫のおかげで緊張がほぐれました。撮れましたか？はい。ありがとうございました。一人目が姫でよかったです、マジで。やったー。ありがとうございました。はいはーい、これと後ろで待ってました。あ、すごく楽しかった。あ、よかった。写真撮りますか？これからも。あ、じゃあ、あご食いしてほしいです。いいよ、あご食い、はい、やった。ちょっと待って、この後か。うん、はい、うん、オッケー。あご食いというか、なんか締めちゃってるけど、首玉いいか。じゃあまたね。うん、またね。イエーイ、イエーイ。いいですよ、写真と。これだ、もう推しの方のなんですか？あ、そうです、これ私の推しで、ドルって言うんですけど、今日ちょっとこっそり推しネイルもしてきたんですけど、これ本人に見せれたので大満足です。あ、これです。あ、人差し指に詰まってるらしいですよ。人差し指にいるんですけど、どうなんだ、すげえな。よいしょ、ごめんなさい、ちっちゃくてちょっと、はいはいはい。あんなことできんだ。やりますか？よかった、私も置くんで。ちょっといいですか？おお、すげえ。はいはい、おお、すげえ。マジですげえ、これ。おお、撮れました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですよ。はい、降りていただいていいですよ。ありがとうございました。はい、おい、何しとんねん。おい、何しとんねん。はい、あ、どうも、こんばんは。お疲れ様です。今回お話できなかったけど、また機会あればぜひぜひ参加してください。お願いします。撮れました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またまた機会があればよろしくお願いします。おい、すごい、すごいね。
会いたい。もうね、お部屋同じだったけど、お話できなかったから、お話、ちょっとだけしに来ました。ありがとうございます。わざわざ持ってもらって。そう。ありがとう。失礼いたします。名残惜しいですが、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。写真だけ撮りますか、最後に、今日は特別な夜ということで、ちと全員、そして、お姫様たち全員でお写真を撮らせていただければと思います。みんな、僕のいる方に集合してくれると嬉しいです。集まれる？俺もしてない、それ。俺、よこせ、ほら。撮れた？撮れた？撮れた？ほら。ありがとう。はい。ご覧の部屋。どこがいいですか？どうぞ。あ、ここら辺いいですか？ここがちょうど部屋の真ん中なんで。あ、はい。すいません、お邪魔します。イェーイ。イェーイ。はい。よいしょ。よいしょ。はい。最後に姫のお見送りをします。終わりました。なんでみんな肩組んでない。もふ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 ありがとうございます。おーすごい、ありがとうございます。はい、じゃあ、名残惜しいですが、お目覚めのお時間でございます。はい。何始まんねん。何始まんねん。お別れのカードを渡して、はい、ご挨拶願います。はい。というわけで、あ、やっちゃう？これ、いいですか？お預かりするので、はい。カード持って、姫に、こうやって当てていただく形で、お！お見送りできるんで、最後、一言添えて、よっ、ああ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 、楽しかった。おい、行け、やばい、やばい、やばい、おい、おい、行け、ゼロ、よいしょー。おー、すごい、すごい、こちら危ないカードなのでお預かりします。危ない、これはちょっと危ない、これはかなり危険性がちょっと、俺持ってると、ちょっと、今俺、代表にやりそうやった。はい、ボトルどうぞ。はい、というわけで、はい、これにてね、営業が終了となるのですが、はい、楽しかったですか？すごく楽しかったです。めちゃくちゃ勉強になりました。いい空間でした。お客様としても来たいと思えるような空間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ホストクラブエフェメラル、まあ、大体月に1回営業してまして、お一人様から4名様まで一緒に入れますので、まあ、詳しくは、公式の X ですとか、ホームページございますので、こちらご確認の上、ぜひ遊びに来てください。はーい。今日は女性のお客さん多かったですけどね、もう老若男女、どんなお客様でも大歓迎でございますので、はい。宇宙人の方も大歓迎でございます。ありがとうございます。ぜひぜひ。予約もまた出品でもいいし、お客さんでもいいし、ぜひまた遊びに来てください。そうそうそう、大歓迎なんで。わかりました。どうやら、なんか後ろのうちのホストたちが面白いことしてくれたみたいな。どうぞ。これは本当に収益に届くかな。はい、それでは今日お邪魔しました。すごく楽しみました。ありがとうございました。ごめん、言っていい？ごめん、一個だけ言っていい？あのね、俺ホストのセンスあるわ。普通に。